えー、皆さんおはようございます、えーね、えあのー、この間話題にした市長選の件ですけども、まあ、僕の予想した、ね、あの時は名前はね、まあ、選挙の時期だったから言わなかったけど小野木さん落っこちゃったね。でこれはね、あのー、何が原因かっていうと、あのー、やっぱね藤、うん、木さんのバックアップですよ。こ、うん、これこの間言ったよ、ね、やったねねやぱりその えー、まずカジノの問題があって、で、当然だけども、そこで、林文美子さんが、要するに、ね、その、IR の誘致を、こうね、ね、えー、発表して、で、これはもう、審議会で決着、決着っていうかさ、議会で結論が出たわけだよね。で、結論が出たんだけど、ね、林文美子さんが市長だから、発表したのは林文美子さんなんですよ。で、彼女が悪いわけじゃないわけじゃん。 だけど、彼女は、まあ、あのね、えー、とりあえず、推進するっていうことで、で、まあ、議会で決まったから、いろんなところで、その、調整をね、してたわけ。で、それで体が悪くしちゃってさ、まあ、かわいそうなことになっちゃったけど、ね、あのー、まあ、ね、この政治ってのは残酷だなと思うよ。で、今回このね、お好みさんも、要するに、 えねえ、もう明らかにさ、ここは、あのー、当選するはずなんだよ。うん、なんでかって言ったら、まあ、自民党がね、応援してるし、あとね、えー、当然だけどもね、菅総理もバックについてさ、やってるわけじゃん。ところが、あのー、菅さんはさ、ね、あのー、横浜の南区とか、あの辺の選挙区なんだよね。で、僕も、あのー、講演会入ってるんだけども、 あのー、力があってねすごくあのいい人なんだよねだけどこの力があっていい人なんだけど総理になっちゃってでさらにその IR についてはさやっぱり、あのー、多分藤木さんとこうねそのうん決着ついてないんだね当然だよねだって国がだってやるっつってんだからでその場所を、ね、横浜っていうふうにさ あの、方向をね、定めたのは、まあ、ある意味では、菅さんもね、あの、バックについてやってるわけじゃん。で、元々安倍さんが主導でやってたわけだよね。で、それをさ、あの、まあ、士さんが認められないって言って、で、最終的にはね、あの、うーもう、とにかく、このね、横浜市長選は、もうやるかやらないかだと、その、ね、カジノについてね。で、それが、まあ、お小野木さんは、その、 うんねやらない言ったんだけどやっぱバックに菅さんがついちゃったから菅さんがやるって言ってるわけじゃん。すると信じられないって話になっちゃうんだよ。ね、で信じられないからじゃあ信じられるやつ誰なのって言った時に <laughs> この,、ねえー、あの当選したあ、ね、そのう山中さんかねえー、なったわけだよね。でそのさあのー、まあうん山中さんってのは、ね、あのねもともと学校の先生かなんかでさやってて。 で、僕がね、びっくりしたのが、この人あれなんだよね。その、えっと、立憲、立憲民主党だよね。ね。で、まあ野党がさ、共闘してそこで、ね、彼を推してるわけだよね。で、その前に共産党の人もいや、共産党もバックアップしてるわけじゃん。で、藤木さんは、よくこの人をしたなと思っていて、で、ね、あの、まあ、 当然だけど、そのね、あのー、当選発表の隣に藤さん、わーってね、万歳してるよね。っていうような形でさ、いや、それくらい、あのー、もう、嫌なのよ。うん。だから、あのー、嫌だったら嫌なのよ。<laughs> だから、もうここはね、あのー、ちょっと、やっぱり、あのー、山下ふ頭については、 あまあこのね山中さんも富士山のバッグでさ当然したわけだから当然それの意に沿った形にあのいろんな形で動くんだろうなと思うわけそうするともう山下ふ頭はまずカジの IR はもうダメだよねだけど議会取っちゃったやつどうやってひっくり返すのかねうんあのえっと結構政治知らない人ってさあのなんか市長とかねえー、知事とか あの、なんか権力あるように思ってんじゃん。違うんですよ。議会をまとめた。で <laughs>、ね、そ議会で決まってるわけだから。で、そうすると、それをさ、市長が変わったからっつって、簡単に覆せないよ。だから、あど,うのがどうするんだろうね。その、予算も組んでさ、お金使ってね、もう計画も立ててさ、で、また、ね、あの、まあう、結局、その、ね、 アデルソンさん死んじゃったし、えー、欧米諸国の,、ね、そのカジノの人たちが、まあ、日本にそれほど魅力を感じなくなってきちゃった時に、まあ、日本の国内の,、ね、あのゲーム会社かなんかがさ手を挙げて、ね、やってるんだけどでこれだってさ一応、ね、市としてだよそういう計画をしちゃったわけじゃん。で議会に通っっちゃゃたわけじゃんでそれに基づいて ね、手を挙げた人がいっぱいいるわけだよな <laughs> これどうすんのってあれ、ね、ことだよねでそれで恨まっちゃったらもうそれでそうあの計画した人たちもパーだよねということであのじゃあ今後どうなるのかっていうことなんだけどもまああの、まあ、以前にねそのうーん藤木さんのねそのお話なんかを聞いてるとあのここのさやっぱりアクセスとしてはもう最高にいい場所なんですよ最高にいい。 うん、あのー、ね。だって。羽田空港からさね。あのー、そのほら電車でのアクセスってさ。京浜急行と戻れるしかないんですよね。で、もうあの国際空港としてはアクセス最低なわけじゃんだから、つんでバスをいっぱいこう出してるんだよね。でだけども、やっぱり渋滞が発生した時にやっぱりさ。あのー、いろんなトラブルが起きるわけだよね。するとさ船はどうよ？って話なんだよ。 でもうこれね皆さん知らないかもしれないけどえー、っとあれはね石原都知事の頃かなそうだね石原都知事の頃にあのー、もう東京湾の要するに規制化を始めたんでですよでつまり船で、ね、横付けしてその、うん、食事ができるとかその今までそのすんごい厳しい規制があってであのー、まあ、うん、プレジャーボートとかヨットの人たちっていうのがそのねえ えー、来たところで浮いてるだけ <laughs> どこにもつけられないマリーナ以外はつけられないっていうねだからあのうんとさ,んとさん千葉のさホホタ漁港っていうのはね、えー、いわゆるそのうんねマリーナでもないんだけど船つけてその食事ができるねあのところを作ったら爆当たりしたわけじゃん僕なんかもやっぱねあの当たり前だけど東京湾でさプレジヤーボート乗るっていうと。 ねあのね、まあ大体そうだね横浜からまあ昔はねあの横浜マリーナっていうねとこにから船で出てでまあ大体はあのねレインボーブリッジあたりの下あたり行ってさ海水浴来たりねあのバーベキューしたりしてであとはうんあのほら隅田川ちょっとね花見に行ったりとかまあそのくらいの遊び方だったよねだけど止められないんだよだからもう ね、あのー、遊び方が全く、その、うん、船の上でしか遊べなかった。ところが今は、ね、その、うん、ちゃんと申請したところでは、船が付けられて、で、そこで食事したりして、船で帰れるとかね、いうような、あの、サービスがどんどん増えたわけ。うん、だからまあ、うまくいってるとこもあれば、うまくいってなとこもあるよね。なんでかっていうと、まだ浸透してないからさ、あのー、一般の人も知られてないじゃん。だから、 あのー、今、日本のプレジャーボートっていうのは、なんか定年退職した人が、まあ200万ぐらいの中古のボート買ってね、で、なんか釣りかなんか楽しむくらいなんだけど、欧米はそうじゃないじゃん。だ日本はまだそういうね、なんか、この船の遊び方っていうのが、あの、浸透してない。で、ね、まあ僕の持ってるヨットなんかも、ね、昔、江添さんが建造したね、 その、日本で最大級でしょ ?60 フィートのね、ヨットなんだけど。まあ、これで、まあ、あの、僕もね、前、前はプレジャーボートで、もうね、ほらあの、ポーナムっていうね、えー、船でさ、その、ね、2機ついてて、まあ、だいたい東京があって、回ってきたらドラム缶日本くらいのね、日はがなくなる <laughs> くらいのさ、船なんだよね。だけど、まあ、それはそれで楽しいけども、 まあ最近はねそのヨットで僕もそのヨットもさちっちゃいヨットとかだとやっぱり何んとかな、あのー、プレジャーボートを経験しちゃうと乗れないよね。でこっちはかたやさ両方の、ねまあ、レースに出るような船じゃないけど、まあ、クラシックヨットでのんびりと、ねえー、食事したり、ね、しながら海水浴したりでなんか風任せで、ね、初島に行って。 止めて、ね、シブで止まって、で、また、翌日ね、帰ってくるとか、あの、なんだ、あの、熱海のね、花火大会見に行くとか、なんかそういうさ、遊び半分の <laughs> ヨットっていうのがあって、まあ、これが多分ね、あの、世界中で今、その人気の高い感じになってるんじゃないので、それをさ、知らないんだ、みんな。 ね、で、これが、あの、あ、話しとれちゃったけど、あの、まず、東京湾で、どんどんこれから進みますよ。で、さらに、あの、海上交通ね、これ、藤木さん一手にいろんな形で動いてるから、まあ、これも、あの、かなりの、あの、確率でさ、どんどん確率できてきてるわけじゃん。そうするとどうなるかっていうと、今度はさ、あの、ね、羽田空港から船で輸送する。で、そうすると、やっぱりここの山下、 ああ、布団あたりはすっげり便性いいわけですよ。うん、うん、あのー、またね。えっ、ー、とー、あそこ、インターコンチネンタルっていうホテルがあるんだけど、あそこの前もね、船止められるんだよね。だから大きい船止められないんですよ。だから、あのー、そういう面では、まあ、その、ね、大騒ぎは大騒ぎでいいんだけど。結局、この間のね、あの、コロナの時にも分かった通り、あの、えー、あの、こう、なんとかな。 う,ん,うんといわゆるう世界のさその、うん、クルーザーねえあのー、は、うん、結構だんだん巨大化してきてるからまあそれで来るとね実はあの、うん、ベイブリッジくぐれないんですよでうちのヨットもあのー、方は一番最、うん、あのー、最短ところで二十四メートルあるんであのー、ねえその 城ヶ島大橋の下く潜れないけどやっぱり、あのー、あそこ、えー、ベイブリッジの下も要するに両サイドは通れないんですよだからしょうがない航路のところギリ,リ,リ,リで潜っていくしかないみたいなさくらいなんでちょっとね橋の計画間違えてるんじゃないかなと思うんだよねまさかこんなにさ、あのー、巨大なねクルーザーがどんどん日本に来るとは思ってないわけじゃん。ということで、まあ、これから先ねこの湾岸開発ってのはすごいね力入れてて。 でやっぱねここにはやっぱり横浜市長っていうのが絶対的なやっぱり協力がないとね、まあ、当然横浜市だよね審議会も含めてあの協力がないとできないんですよ。で協力がないとできないってことは、まあ、今回あのこれはね藤木さんの強い意思表示なの。うん、あのというのはね だっっててどう考えたって自民党ずっと押しててまあ中田の時はねあのえっと中田博士の時はあ,あれは無所属かなで出てるんだよね。でまあ横浜の歴史ってさあのまあ昔でそのまあ社会党のねえ方が昔の社会党のね市長やったことあるんだけどもまあその時にもまあ賛否両論あったよね。 うん、っていうのはやっぱ力ないとさあの公共工事とかあのガンガン進められないしで市長が何かするっつったってそらあの簡単に動くことじゃないからねだから今回のこれで、まあ、この中山中さんかがどういう,うな動きするかし知んないけども、まあ、バックにね藤木さんついてるから、まあ、多分その公安関係とかあの湾岸地域の件についてはまたこれでさらに加速するんじゃないら今までらんなんかさ ね、昔とね、仲良かったはずなんだよ。菅さんとね、藤木さんね、仲良かったはずだし、えー、林さんだってさ、だって、あの、ね、林市長の会みたいなのがあってね、それも多分藤木さんが、あの、中心となってさ、作ってきたような会じゃないで、それがいきなりさ、もう、急にガラッと変わっちゃったのね。だから、うん、なんていうかな、その、うん、横浜っていうのは、 あの僕も住んでてねの中田さんの自、ね、営の時に藤木さんも一緒に、えーね、あのバックアップして僕たちもいろいろ協力してさで、ね、中田市で作ったんだけど、あのーまあ、その中でいろんなね、あのー、もう結局マスコミだよな、まあ、クソみたいなこと言い出してさで事実無根のことをね事実であるようにさ書いてみたりねでどっちかっていうとまあうーん うんまあね、うんまあ、それは言わないけどさいろんな人がねその足引っ張ってさで結局ねあのー、ダメになってたじゃんでもさよく考えてみてもらいたいのはみなとみらい地区がさあそこまでになったのって日産をねあのー、本社をさこっちに移したからだから、ね、それからバーッとああやってさ今はあの夢物語みたいなね ところになったけど、皆さんさ、二十年前とか見てくださいよ。<laughs> ランドマークターンボーンと取って,て、あとずっと腹っッパだったんだよ。ね。でいうのもそうでしょう。で、まあ今回ね、そのまた山下ふとあたりもこれね、あそこにこう大規模なねレジャー施設作る。ね、アイアールってまあ統合ねレジャー施設なんだけど、その中に火事の際なきゃさ、別にいいわけだよな。っていうようなあのほんのちょっとした ことなんだよそのほんのちょっとしたことが要するにあの完、ー、成できなかったあわけだよね。でまあ、これから先どうなるかっていうとやっぱり僕はあのー、ねえー、あの世界に類のないさこの東京湾ね、まあ、これ三浦半島の、ね、三浦海岸も含めてね類がないですよ。うんでその類のないさそのね環境をやっぱり活用する。 にはやっぱ船っていうね、あの公安関係のそのね、人たちの協力がないとできないし、あと漁業き協同組合の人もそうだね、漁業、ね、の人たちもそうだし、あのみんなをさ、こう説得できるような仕組みじゃないと無理じゃんってこと。だからそこで IR は NO なんですよ。ね。で IR っていうかそのカジノは NO なわけ。ね。だから NO ってことになっちゃったから、なっちゃったってかに、NO、ね、になったんだから、 逆に言うと、それに沿った、ね、違う代替のプランを出さなきゃいけない。あの、うん、その時には、ちょっと僕、のね、えー、野党の人たちは弱いと思ってるわけ。うん、なんでかっていうと、代替プラン言わないんだもん。ね、要するに、非難はするけど、じゃあこうしようよってのはないわけ。ね、普通会議ってそうだろこ、それダメだよ。こうした方がいいじゃんっていうの普通じゃん。だダメだ、ダメだ。ずっと言ってんだよ。 ね、国会 <laughs> 見てください。ダメだ、ダメだ。ね。ほんで、わざわざマスコミ受けするようにさ、なんかこう、なんか作ってさ、ワイワイやるよな。で、それで、どれだけの苦労がパンになったかっていうこと。ね。で、そのために、ね。面白いもんって、時系列ってのはさ、比較的できないんだよ。ね。イエスかノーかで、イエスだったらこうなった。ノーだったらこうなった。ね。じゃあ、どうするっていうじゃなくて、ね。こうしよう。反対しました。 代替、ね、プラン出さないで「はいこの班は廃案になりました」とか「この班はね、えー、無効になりました」そしたら「じゃあこの無効になったらこうしたらいいじゃん」とかねあの国会って俺おかしいなと思うのはその何てかえっ、ー、と代替のプランは要するにね我々あの経営者ってさそんなの許さないよだってそうじゃん反対するならねじゃあどうしたらいいんだいう話だよね。 だけど、国会はさ、反対しました。どうしたらいいんだないんだよ。だから反対ですよ。なんなことやったらこうですよ。言って、だだこ寝てる、ねえ、だけじゃん。そんなんでさ、日本の国家うまくいくっていうことなんだよ。あの、先進国で、こんなのあんまりない、ないんじゃないのうん。はっきりしないもん。あの、アメリカはさ、まあ、アメリカもね、ちょっと、もう最近はもう、うんと、レーガンの時からか 世の中変わっっちゃったよねレーガン政権の後からだんだんこうおかしな国だなっていうふうに、まあ、僕は見ちゃってるね僕は少しのごめん <laughs> あの世間じゃなくて僕はそう見てるわけ、ね、で,でそれブッシュなんかクソでしょだってねだってさあのね生物科学系あるだあるだ言ってさで攻撃して仕掛けてさ大統領さんよね、うん ね殺害しちゃったんだからさ、そんなのあんの <laughs> 何の根拠もないっていうかさ、あの、ええー、噂だけでさ、で、その噂出したやつ知ってるんですよ。うん。で、そのやつが、ね、要するに、あそこにはこういう研究が入してるんだ、言ってさ、何癖つけてさ、ほんでね、ね戦争起こしてさ、で、結局、その戦争でね、あの、めちゃめちゃ儲けた連中がいっぱいいるわけでしょっていうような、あの、どうもね、あのあたりからおかしなことになってるなと思っていて、 で今もねそのトランプね俺はトランプがあの大統領になると思ってたわけじゃんでこれはあ,のある意味で以前もちょっとねあのあ皆さんに謝ったけど、ね、初めてですよあの僕の予想が外れたので今回2回目 <laughs> 言い訳してるわけじゃないけどさ <laughs> ああねお好みなんじゃないじゃんみたいな。 でもさ、ねあのー、ねまあ、藤木さんもさ、ねドタンコまでね、こういう、言ってないからね、まあ、しょうがないけどさ、あの、ねあの、ある意味でね、ねあのー、まあ、いろんな力の構造で、 ま、この人になったんだから、まあ、ぜひね、あのー、ね、その半別書きながらさ、その、ね、横浜市のためにって言ってんだから、そのね、気持ちをさ、もう持って、本当に横浜市のために市長やってもらいたいなと思うね、うん、ぜひ、ええー、ね、あのー、頑張ってもらいたいと思いますよ。うん、っていうことで、あの、今日は、ね、その、僕の予想、<laughs> 外れた言い訳を皆さんに付き合っていただきました <laughs> それではまたこの動画はいかがでしたでしょうか今後もですね継続してこのようなですね皆さんに役立つ情報をアップさせていただきたいと思っていますぜひですねチャンネル登録をしていただくと新しい情報がですね見られるようになっておりますしまたいいねボタンをですね押していただいてコメントの方もですね入れていただくと制作の参考にさせていただきたいと思いますどうぞ次回のですね 配信をお楽しみにしてください。